はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はね、もうとんでもない発表です。ですね、来週アメリカで開催されるコールオブデューティーモダンオフェア2、コールオブデューティーの新作プレイイベント、先行プレイイベントの方に、アクティビジョンさんの方から招待をいただきました。さらにね、現地から配信ができるみたいなので、僕のチャンネルで世界最速でコールオブデューティーモダンオフェア2の先行プレイの配信があります。来週、皆さんやばいっすよもう来週、モダンオフェア2のマルチプレイの配信動画が僕のチャンネルで見れます。時間の方が、まあ、現地時間の、確かね、10時とかからやる。日本時間だと9月16日の午前2時とかからになるのかな、配信が。でもね、これあくまで予定なので、まあちょっとずれたりとか、すると思うんですよ。まあその辺は、まあ僕のチャンネルとか、あと、まあツイッターの方で、まあ随時報告しようかなと思います。まあ配信するときは多分僕、配信スケジュール組んで、何でしょう、配信予定みたいなのも枠を作っておくと思うから、まあ分かりやすいとは思います。まああと過去配信も残すと思うし、動画の方も上げると思うので、まあ配信見逃した方も見れるようには、したいと思います。まあ現地で、まあ配信トラブルみたいなのがなければ、まあ予定通り僕のチャンネルで世界最速プレイ配信をできるんじゃないかなと。でラッシュゲーミングから僕と、あとグッピーくんが一緒にアメリカに行きます。まあ、僕先月もアメリカ行ってて、すごいね、なんか結構今月も行くっていう、すごいレア、なかなかレアな体験をしますね。現状ね、僕から言えることとお見せできるものがもうこの辺しかないんですけど、いや配信のね、そのイベントの詳細いただいたんですけど、やばいですねすごい、いや、もう全部すごいんですよ。まあその会場とか、まああんま言えないんだけど、まだね。で、まあ、おそらく他の海外の有名配信者だったり、プロプレイヤーだったりも、まあ、多分さすがに来ると思うんですよ。まあ、何人かは多分来ると思うんですけど、いや、めちゃくちゃ楽しみですね。いや、その、某ウイルスが出てたから、コールオブデューティのこういうね、先行プレイのイベントとか全然なくて、で、僕も行ったことなかったんですよ。で、今回、まあ、復活ということで、僕も初めてその先行プレイのイベントに行きます。で、まあ、現地でその、まあ、配信もするし、動画も撮るし、まあ、実写動画も、まあ、できたら撮って、まあ、会場の様子とか、可能な限り撮りたいなと思うので、まあ、今のうちのチャンネル登録してない方いたら、お願いします。僕ね、先月ちょうどアメリカの方に行ってて、まあ、実際に本物の銃を初めて撃ってきたんですよ。まあそちらの動画も上げてるんで、見てない方ぜひチェックしてみてほしいんですけど、いやーなんかね、改めてこの本物の銃とか、あと実際の米兵さんとも会ったんですよ、現地で。でいろいろ教えてもらったんですけど、やっぱりね、そのアメリカでのコールオブデューティの人気の凄さっていうのを本当実際にこう肌で感じたっていうのと、コールオブデューティが本当にそのいかに本物のその銃とか、その、まあ、軍隊、兵士のその作戦とか動きとか、本当にいかにリアルに寄せて作ってるかっていうのを改めてなんかね、実感しましたね。そりゃ、なんかミリタリー系の向こうのファンが、まあ、すごくコールオブデューティ好きになるんだなってのを思いました。まあ、実際米兵さんもやっぱりすごくコールオブデューティ、ね、兵隊さんやってる人もすごく多かったので、まあ、納得って感じでしたね。でね、コールオブデューティージャパン公式がツイッターで投稿してた、ちょっと動画見ましたかね。なんか、サウンド、ゲーム内のサウンドの収録方法みたいなのを公開してて、もうほとんど実際の本物の戦車とか、銃とか、銃声ですね。あと、足音とかも実際のものからなんか収録してるっぽくて。いや、なんかモダンオフェアスタッフのその本気度具合がなんか、僕初めてああいう撮影風景とか見たんですけど、いや、今回の力の入れ方ものすごいなと、なんか感じてるので、やっぱ期待しちゃうよね、今回は。で、今回のコールオブデューティのそのモダンオフェア2のなんか、
ゲームプレイのトレーラーですね。それがもう3000万再生されてるんですよ。BO4 とかモダンオフェアの時です。1000万再生ぐらいだったんで、今約3倍ぐらい再生されてて、なんかまあ結構世界的に見て今回のあの注目度もかなり高いんじゃないかなっていう。まあそんな作品の先行プレイに招待させていただいたのが、まあ、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ現地では結構プレイ時間もあるし、まあ配信もするので、まあコメントも呼べるとは思うんですけど、まあ今のうちに皆さんなんか気になるポイントとか、ちょっと調べてほしい、なんか設定とかさ、武器とかありましたらコメントの方でぜひ、今のうちにちょっと書いておいてください。僕ちょっとメモっておくんで。というわけでもう来週アメリカの方に行ってきます。日本時間の9月16日の午前2時、括弧予定です、今のところ。まあ、現地時間の15日の10時予定なんですけど、まあ、ね、いろいろちょっと時間、ね、機材の問題とか、まあ、いろいろあって変わるかもしれないので、何か変わったらその時に報告します。まあ、僕最近、COD の大会、コミュニティ大会が発表されて、そっちもちょっとね、まあ、練習してて、コールオブデューティのアップの方はしてるんですけど、いや、ちょっとね、もうちょっと上げていかないと、俺はいけないですね。というわけで楽しみだよって方はぜひグッドボタンと、あと、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。通知ボタンも押していただいた方が、まあ、いろいろね、情報は早くお渡しできるかなと思うのでよろしくお願いします。それでは、今週大会も10日にあるので、よろしくお願いします。メンバーの方は、またちょっと配信で発表しようかなと思います。では、お疲れ様でした。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights